今52キロあるんですよ。おプラス7キロ。じゃあ梅子さんの2ヶ月ですね、はい、臀部の脂肪吸引とふくらはぎ、自分の感覚ではどうでしょうか。すごい濃く取れますし、ね、お特にふくらはぎがすっきりして、さっき先生聞こえてきたんですけど、5キロぐらい太ったらしい。太ったっていうか、ああ、確かに一番痩せた時は私45キロぐらいだったんです。今52キロあるんですよ。プラス7キロ。普段接してた時は47キロぐらいだったんで、そこからプラス5は入ってます。何があったの？ご飯食べたら太りました。当たり前のことを言っている。だいぶでも減りましたね。減りました。このあたり、このあたり硬いとちょっと足りない。まだちょっと硬くあった。だいぶでもくぼんでますね。脂肪じゃないんだ。これぐらい脂肪です。大臀筋とかね、筋肉それにある場所がある。なんかこうヨガしてても、こっちだけなんかこう出てるんですよ。まあ脂肪多少あるかなと思いますけど、もうちょっと引くのがあるよね。確かに感覚としてはやっぱまだちょっとしびれる感じ。なるほど。気にしたら、はい、ストレッチとかしてたのもちょっと。まあ、違和感、うん、ふくらはぎお願いします。本当なんかわずかにつまめるみたいな感じですね。ちょっと硬くなりますけどね、うん、まあ、もうちょっと柔らかくなります、ね、傷が、まあ、両膝裏にありますけれども、ね、まあ、もっとこれは綺麗になっていく。まだあります。はい、なんか、はい、はい、はい、中もちょっと見てもらって、はい、やってないです。ちょっと最近色調子悪いですけど。研究したことあるんですか。ない。これ脂肪ですよね。センチちょっとかな。脂肪、皮下脂肪はないことはない。あの、この辺に。あと腰、これまで意外に筋肉でもこれぐらいですね。ここでも筋肉がある。まあ、次回あの下半身のエコー撮影の時に一緒にお腹もやりますかね。お腹も見てみましょうか。次回っていつですか。1ヶ月後です、うん、お願いしますね。すいません、はいはい、まあじゃあ経過としてはこういう感じだということで、はい、お疲れ様でした。ちょっと質問あるんですけど、はい、背中ってこの首とかって脂肪吸引やってる人もいるんですけど、首って背中、あ、どんぐらい取れますか。ここ、なんか太ったらもちもちしてきた。1センチちょっとかな。そう、1センチぐらいの脂肪の膜に覆われてるんです。大丈夫ですか。大丈夫ですか。そもそもだってあんなにストイックにやってたのに。どうしたんだ君は。吸引って甘い誘惑ですよね。またやりゃいいみたいな。というわけでじゃあ次回はエコーで、はい、審査しましょう。はい、お疲れ様でした。え、もう全然痛くはない。ここなんです。ここから。うん、そこから後ろ側取ってる。ここ見てから。ここ。ここから上を。下下。え、太ももはね、過去にやってる治療で、うん、ふくらはぎを取ったんですよ、今回は。ふくらはぎをやってるんです、ここ。あとは臀部、お尻の部分です。太ももだいぶげっそりしてるけどな、かなりこれ、昔やってるんだよね。結構。2年ぐらい。そうそう。うん。硬い。ね、硬いよね。お尻どうですか、うん、お尻まだ取れる余地ある。ここがげっそりしてる。まあでももうここは結構取ってこの形だからこのままなんだと思う、太ももは。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。